シャープレスカタログは313の非領域のリストで赤い -27 度より北を網羅することを意図している。なお、難点の星雲もいくつか含まれている。1953年にスチュワート・シャープレスはアメリカ海軍天文台フラッグスタッフ観測所のスタッフに加わり、パロマー天文台スカイサーベイからの画像を使用して銀河系の非領域を調査し、カタログに登録した。 このカタログは初版と第2版が出版されている。1953年に142の星雲が記載された初版が出版された。1959年に313の星雲が記載された最終版である第2版が出版された。シャープレスカタログに記載されている天体はメシエカタログ、ニュージェネラルカタログ、カルドエルカタログ、 RCW カタログなどの多くの他の天体カタログに重複して掲載されている。シャープレス天体は次の例のように表記する。シャープラス123、シュニから123、シュニから123。A.B. スティーブン、ディック、スカイオーシャン・ジョインド、ザ・アメリカ海軍天文台、1830から2000、ケンブリッジ大学出版局。 ISBN 978-0521815994スチュワート・シャープラス A カタログ・オブ・エミッション・ネビューリー・ニア・ザ・ギャラクティックプレーンアストロフィジカル・ジャーナルボリューム118 P362 1953スチュワート・シャープラス A カタログ・オブ・エイチツー・リージョンズアストロフィジカル・ジャーナル・サプリメントボリューム4 P257 1959AB NASA IPAC EXTARIGALACTIC DATABEAS Results for Mahai2006 年11月25日閲覧ありがとうございます。